節の変わり目は天気が分かりづらいわね。テレビで天気予報やってないかしら。以上、プリコネニュースでした。さて、気になる今日のお天気は？気象予報士のペコリーヌ様、お願いします。はい、キャルちゃんが手で顔を洗っているので雨でしょう。なんで私？っていうかそれただの言い伝えじゃない。私もキャル様のスリッパを投げてみたところ、ひっくり返って裏が出たので、雨の確率は高いと思われます。それ下駄占い？現在テレビを見ているキャルちゃんが今私の手に持っているポインターに飛びついているので雨でしょう。何言ってんの？私そんなことしてないわよ。だいたいそれ天気関係ないわよね。というわけで今日は多分雨が降りそうです。お出かけには傘をお忘れなく。ダメダメ、全然ダメ。天気予報になってない。以上、プリコネ天気予報でした。続いてこちらの番組をお聞きください。プリコネチャンネルリライブ。ラジオを聴きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす、ペコリーヌ役マオです。ラジオを聴きの主様、おいっす、コッコリ役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さん、ぶっこおいっす、キャル役立花梨香です。今日のオープニングショードゥドゥドゥン、コント台本はプリコネーム今日はお肉さんの投稿でした。おー、いいね、お肉。すごいですね、天気予報が雑で。意外と意外と確かにあるんだね、こういう、なんだ、言い伝えというかね。ポインターに飛びつくのはもう飛びついているので雨でしょう。かけない。かわいいだけ。面白い。さてさて、今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題はこちらでございます。はい、プリコネームレオーネさんからいただきました。ありがとうございます。美食店の皆様、ハイタイ。ハイタイ。さて、プリンセス妄想劇場、間違えました、プリンセストークのお題ですが、早朝一緒にジョギングしたいプリンセスはどうでしょう。おー、夜が白み、眠っていたランドソルが少しずつ動き出す、そんな様子を眺めつつ並んで走りたいプリンセスは誰でしょうか。どんなウェアを着ていてほしいかも教えていただけたら嬉しいです。うわ、ウェア、もう、うわ、もうそんな言われたらもう13歳や。あ、そんな13、鍛える、一緒に鍛えるといえば、鍛えるし、もうダメよ、甲冑は脱いでくださいね。お、何、脱いで朝からガシンガシン。ウェアを、あの、なんだ、襟が立つ上着のあのジャージっぽいのを最後まで上げてもらって立たせていただき、横を走ってパッて横見たら、朝日が昇ってくるのバックに白い息があの出てるのが分かる。ジュンさん最高か。かっこいい。もう一枚にしよう、白い、もうそう、それを一枚にしてもらおう。してもらおう。うわ、いいな。カジュアルな格好っていいですよね。いい。うわ、迷う。ゆいちゃん、わー、かわいい、ね、こうカジュアルな服装っていうか、私はできればタイツ、レギンスですか。あ、スパッツですね、スパッツですね、うんうん、スパッツを履いていただいて、うんうん、激短の、うん、まあ、パンツ、うんうん、シャカシャカの、ほんとランニング用の、うんうん、陸上用のやつを、はい、履いていただこうかなと思っております。いい。暑くなったら脱げるように、中は半袖、上には、まあでもこれもシャカシャカ系のジャージがいいかな。結構走る気だな。ちゃんとちゃんと重ねてきて。そうですね。いや、意外とランファだな。おー、なんかちょっとこうテンション的にちょっと夜のイメージですけど、意外と夜明けを過ごしてみたい。あー、ちょっとこうスウェットのジャージを着てくれるんだけど、あんまりこう着こなせてない感じでいてくれ。なんか パジャマかっていう感じの、うんうん、なんか、え、変かしらみたいな、ドギマギみたいな、うん、いいよ、この時間誰もいない、二人きりだから。じゃあ、いいな。いいですね、軽めの運動みたいな、からの、そういうの、いい景色が。で、帰りに、帰りにコンビニで肉まん買って帰ろう、うん、わー、いいな、急に青春来てる。
いいないいな、いいな、よし、いい朝を過ごしましょう。し過ごしましょう、はい、うん、ということで、さてプリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第338回、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ、改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。今回の番組前半はこのコーナー、おしプリー。はい、こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。やる気がある。またプリンセスだけでなく楽曲や魔物などなど、プリコネのいろんな推しについても投稿を受け付けることになりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、プリコネームリュウさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっすおいっす。自分の推しプリはリノちゃんです。あら、うん、元気いっぱいで少しおバカで大好きな騎士くんのために一生懸命頑張ってるところが最高のプリンセスです、うん、勉強も恋も両立してずっと笑顔でいてくれたら嬉しいですということです。おコメントが、いい子、いい子なの伝わってくるね。本当に笑顔でいてくれたらいいよな。勉強もちゃんと両立してって書いてくれるところがそうですね。いいですね、どっちも頑張ってねって。では続きまして、プリコネームあららさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様、おいっす、おいっ す。早速ですが、私の推しプリはチカです、うん、まさに癒しの風のようなその佇まいに私は魅了されてしまい、ゲーム開始時から変わらず最推しであります、うん、プリコネラジオの各コーナーへのお便りもチカにまつわるものが多く、大喜利でも新しいお題が出たらとりあえずチカで考えてしまうほど。ゲームのトップ画面設定は星6チカ、うん、星3チカ、うんうん、サマーチカ、クリスマスチカ、チカのイベントへとなっておりまして、あと一人別バージョンが実装されてくれれば迷わず5つ目を固定できるんですが、そろそろどうですかね、チラチラ。確かに。でもそうか、コンプリですね、うん、サマーとクリスマス来てるから、うんうん、何かしらね、次ね、楽しみじゃない、ね、どんなチカが見れるんでしょうか。いい、ということで続いて、プリコネーム何も生まないハピナスさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様、おいっす、おいっす。突然ですが、私の推しプリはと、それを話す前に一つだけよろしいですか。え、はい、あの、はい、新域クエスト難しすぎやしませんか。それ、おかげさまでもう私の耳にはドラゴンズティアがこだましており、仕事中もずっと誉れさんが脳内でユニオンバーストしている次第です、はい、というわけで、私の最近の推しは新域クエストで属性関係なく暴れ回っている誉れさんです。、うん、これ多分ニューイヤーでしょうね。そうですね、でしゅよ、でしゅよ、本当に暴れ回って。皆様も困った時はいつもこの子に助けられてるなというプリンセスはいらっしゃいますか。もう絶賛ニューイヤーの誉れさんですよ。同じくでしょうね。でしょうね。私はニューイヤー誉れさんがおらず泣いています。苦しいです。どうしたらいいんですか。逆に教えてほしい。教えてほしい。いや、でもいざという時は、うんうん、とりあえずはい、プリンセスフォームのキャルを入れて、うん、ここまで戦ってきたんですけど、はい、ちょっとキャルどうしたらいい。どうしたらいい。いや、でもプリンセスのキャルちゃんも強いしな。私はだいたいクリスティーナさんに、あ、ガンガン行ってもらいますが、ね、いいですね。どうしたらいいですか。どうしたらいいだろうね。新規クエストはどうしたらいいですか。人たち教えてほしいな。教えてください。水が厳しいっす。誰か助けてください。厳しいです。お願いします。お願いします。ということで続きまして、プリコネーム肌着さんからいただきました。ありがとうございます。皆様、おいっす、おいっす。お初にお目にかかります。ラジオ自体初めての投稿になります。あらま、私の推しプリはミミちゃんです。あ、最初は友達の誘いでサービス開始時に誰もキャラを知らない状態から始めたのですが、初回のガチャで出てきたミミちゃんに
何この子かわいいと一目惚れし、序盤戦闘時でもユニオンバーストでタンク後ろを狙ってくれてたくさん助けてもらいました、その後いろんなストーリーを見てどんどんミミちゃんをもっと好きになりました、スタイルもよく、性格も平和で可愛らしく、でもいざという時はリトルリリカルのお姉ちゃんになって引っ張っていく強さもあり、共に素晴らしく、何があっても命を落としても守りたい私の姫です、そんな思いをどう表現すればいいかと思い続け、星6に使うピュアメモリーピースをミミちゃんの星6実装日から毎日欠かさず、まとめてスキップできる機能も使わず、必ずペテロ大森林西部26の1まで遊びに向かい集め続けるということを始めて、2023年11月14日に2000個を迎えたので、この思いを伝えようとお便りをしてみました。マジか。がお便りの文章がまとまらず考えながらうなっていたら、2024年2月3日にピュアメモリーピースが2200個に達したので、ほぼ思いを羅列しただけのお便りになっていますが、投稿させていただきとうございます、ということで、すごい、わちゃんと画面も、はい、画面の投稿してくれている、いただきまして2200機会に、うわな、愛がやっぱり、まとめてスキップ使わないっていうところに赴くという、そう、ちょっと深い愛を感じますね、愛に行ってるんだね、ちゃんと愛に行ってるんだちゃんと、いやもうここまで来たらミミちゃんですから、3300ぐらい目指していただくか確かにおすごいこと言いましたね。言うだけは言うだけ言って確かに本当だ、人のことだと思って、いやすごいね、行きましょう行きましょうよ、でもどんどん増えてますもんね、頑張ってほしい、愛を感じる、では続きまして、プリコネームもやし58号さんからいただきました、ありがとうございます。美食での皆さん、おいっす、おいっす、私の推しはボイス付き LINE スタンプです。お、先日誕生日に子供から LINE ギフトでボイス付き LINE スタンプをもらいました。あら、どのスタンプも可愛らしく皆さんの美声を聞くことができるので大満足ですが、激推しはキャルちゃんがにゃーんと猫のポーズをしているスタンプです。あ、恥ずかしいながらも猫ポーズ可愛すぎる、友達に送りまくりました。あら、皆さんの推しスタンプはありますか？ね、あ、スタンプいくつか ね、 ね、出てますけど、いろんなパターンが、結構そうだな、私もあのにゃーん可愛いですよね、可愛くて好きだ、なんかあのなんでしょう、あれやばいわよはよく流れてくる可愛いのよな、全部な、あとなんかヒューヒューも送りやすい、私は結構さすがです主様スタンプのやつも好きですね。京花ちゃんの変態不審者さんってやってるやつを、ここぞという時に使いたいんだけれどもどこだろう、なんかここぞどこだろう、クリスティーナさんの宴の始まりだがもういい聞かなくても声が出て、嬉しい、いや大好きって言われたいな、リトルリリカル、これを打つことにより私も聞けるから、そうね、いいんですよね、あ、ボイス付きだとやっぱオイスとかは使いやすい、使いやすいですね、主様ってどのタイミングで使うんだろう、みんななんかこう ありがとうみたいな、てんてんてんびっくりいや、いいですね、いいですね、至るところで使ってほしい、します、続いてプリコネームトランチーさんからいただきました、ありがとうございます。僕の推しプリはシーフィーちゃんです、うん、おそらく皆さんもご存知かと思いますが、メインストーリーの2部のラストで再構築に巻き込まれるみんなをシーフィーちゃんと岸くんが協力して現実へ送り、なんとか岸くんも現実へと送りましたが、好きよと伝えたが、最後シーフィーちゃんはアストルムと共に消えてしまいました、その直後シーフィーちゃんがソロで歌うイエスプレシャスハーモニーのオルゴールバージョンが流れ、もう涙が止まりませんでした、イエスプレシャスハーモニーは2部が作られる前からある曲とのことですが、歌詞がまるでシェフィーちゃんの気持ちを綴ったかのようです。僕はいつまでもシェフィーちゃんの帰りを待っています、長文失礼いたしました、我々も待っています、待ってる、ずっと待っています、ずっと探してるから今、いやあの曲がなるかと思ってね、ヒーンってなっちゃったよ、
心のね、心思いの時もそうでした。あー、そうね、そうね、どこまで考えてるかって。そうだよ、なるほど、こんな使い方もあったのね。ということで、以上今回の番組前半は推しプリをお届けしました。お気に入りのキャラクターに出会ったら投稿お願いします。さらにプリコネのいろんな推し〇〇も投稿してくださいね。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント真夏の真冬と聖なる学者のリセーヌ、エンディング曲チエル CV 桜彩音さん、クロエ CV 種崎あつみさん、ユニ CV 小原好美さんで妄想サマーハレーション。空でターゲットなし気捨てたぜぜぜアパンチュエルハラスメント行き先はサンセスビーチ最高になってみせるラブファンタジー。先生これは何ですか。恋ですか、愛ですか、夏のせいですか。この高鳴りわかんないみたい。刻み出す心拍数弾まりじゃなさい感覚がドクッドクッと短くなる気がする。ギラギラと照らす太陽に微熱上げていく太陽は偶然なんかじゃない、確信的な眩しい。どうします、どっかで打ち上げてきます。反省会しましょう、反省会。いや歌詞忘れてんじゃん。プリコネチャンネル未来部。では今回の後半はまずこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、あのプリンセスとあのプリンセスの意外な関係とはの特集です。イエイ、プリコネームシソッパお兄ちゃんさんからの、チカとミサキの意外な関係とは。プライベートでお互いツインテールにしたり、お団子頭にしたり、お互いの髪型で遊んでいる。かわいい、かわいい。なんでこんなこと、なんでこんな素敵なことを作る。素晴らしい。続きまして、プリコネーム優雅ごとくさんからの、スズナとチエルの意外な関係とは。ネイルのお披露目を定期で行っていて、互いのネイルデザインを高め合っている。おー、いいね、女子力、高いっすね。確かにどんどん 高くなっていくんですね、レベルが。続いて、プリコネームハードグミさんからの、シェフィーと香織の意外な関係とは。スケートとダンスを披露してお互いの踊りを高め合っている。あーあー素敵。ジャンルちょっと違いますしね、うんうん、そこ良かったわよとか、うわー、あー、そんな時ちょっと取り入れようかしらなんて。いいじゃない、いいですね。プリコネームペッコリーヌさんからの、スズメとクロエの意外な関係とは。絶対に転ばない走りを目指し、秘密の特訓をしている。絶対に転ばない走り、絶対に転ばない。ほんと、ほこたてみたいになってる。あいけるか、これあるの。見てみたいな、どっちが勝つんだろうな、これ。続きまして、プリコネームマジシズズズズさんからの、なんて諦めないで、諦めないで。魔術修行中の魔術師さんからの、ユニとミミの意外な関係とは。年相応な遊びがしたくなったユニが変装してミミのおままごと遊びに混ぜてもらっている。年相応、なんか意外
なんか、うん、意外かなやってそうかな、ね、やってそうかな、がそう見た気する、うん、続いてプリコネームグリマーさんからの真帆と綾音の意外な関係とは。クリスマスなどのプー吉の衣装は真帆の監修。あーあー、そうだったの。いいな、うん、かわいい、新作できましたみたいな感じかな。素敵素敵、かわいらしい、かわいい、ね、続きましてプリコネームエトセトラ R さんからのクロエと強化の意外な関係とは。謎の幼児にバブリつかれていたところを颯爽と助けてくれたクロエに対して好感度爆上がりの強化ちゃん、ちょっと悪そうだけど実は優しいかっこいい大人なお姉さんとして懐いている。あ、もうまあ幼児、まあ、はてな、まあ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 、颯爽とはてな、うん、いいですね、うん、クロエちゃんの方の好感度が上がる、うん、上がってよかった、うん、なんかまあよかったな、クロエよかったねえらいぞ、うんうん、続きましてプリコネームあららさんからのチカと強化の意外な関係とは。森の中で歌の練習をしていたチカに偶然遭遇した強化ちゃん、綺麗な歌声を聞いて歌を教えてくださいとお願いしたチカは、じゃあ二人だけの秘密ですよと笑顔で承諾、以後微笑ましい歌のレッスンを行う仲になっている。いい、かわいい、おとぎ話みたい、木になりたい木になって見守りたい、見守りたい、うん、続いてプリコネーム闇のユニーちゃんさんからのあかりと香りの意外な関係とは。あかりが公園でサックスの練習をしていたらたまたま通りかかった香りが歌って踊り出したことで意気投合、赤織というバンド名で週末に路上ライブを行っており、ファンが急増中。おー、うわー、いい、意外だけどいい、うん、うわー、そっか、かっこいい、見たい、見たいな、うんうん、続きましてプリコネーム第884さんからのしおりとユニの意外な関係とは。なぜかたびたび本に埋もれてしまうのでどうすればいいかを話し合っている。ただしおりはなだれタイプ、ユニは埋没タイプなのであまり参考になっていない。そうか、埋もれ方もタイプがあるからね。そっか、うんうんうん、意外だな、参考になってない、確かにねはい、ということで以上プリコネ大喜利でした、うん、プリコネ大喜利現在募集しているお題はあのプリンセスとあのプリンセスの意外な関係とは、あのプリンセスの優等生モード実装どんなキャラ、そして継続するお題はゲストさんがいらっしゃった時の誰々が美食殿に加入したらです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。またそろそろお題も入れ替えの時期、新しいお題が思いついたら、うん、そちらも投稿お願いします。回答例を添えていただけるととてもありがたいです、うん、はい、さて続いてはお待たせしました、ゲームをプレイしていてミック演じるコッコロタンに優しく叱られたい、うん、注意されたいと思ったエピソードを送っていただくコッコロのアルサはメイでございますです。イエーイ、でございます。こちらプリコネーム魔術修行中こいつしっかりかプリコネーム魔術修行中の魔術師さんからいただきました。うるわしのお三方おいっすでございます。圧がおいっすおいっすさてお分かりかと思いますが、私のラジオネームは呼んでもらうとき噛まずに言えるかなといういたずら心から考えたものです。とんでもないでございますよ本当になんでごった言えたけどね全然言えたけどね、そうだな、うん、第335回放送のプリコネ大喜利で読んでいただいた際、あの女をミックが言いにくそうにしていてしてやったりん本当は一度読まれたら変えようと思っていたラジオネームだったのですが、ミックが本当にもうと愚痴るその横から聞こえてきた笑い声、それを聞いて他のお二人にも読んでいただくまでこのラジオネームを使おうと思ってしまいました、うん、このお茶目な私をお茶目中の人は置いといてコッコロちゃんには優しくメッテしてもらいたいです。ところで置いとかれたところでラジオネームは変えた方がいいですかね。
ニヤニヤということで変えた方がいいですね強めに変えた方がいいですよ。いやこれはちょっとコロスケ、はい、頑張って目指してほしいですね。まあ今回の私が読んだことによりまあ全員読みましたから今回で、そうですよ。そうです、いわばあの被害者の回と言っても過言ではないね。本当だよということでね、ではよろしいでしょうか。はい、こっからの主様ねえでございますです。どうぞ。主様、もう聞いていただいてわかるかと思いますが、みんなお怒りです。ですからこうやって人を怒らせることは良くないと思います。いたずら心からだったとしても人を傷つけてはいけません。なので真帆様が言った通り変えた方がいいです。強いんだよな変えた方がいいです。いいんだよ変えた方がいいです。変えた方がいいです。新しいラジオネーム考えてあげたら、え、言いやすいやつ、いいやつ、マジックマスターとかでいいんじゃないですか魔術、そんなに魔術がいいの魔術系がいいな。修行中の魔術師さん、修行を終えた結果マスター、マイス、もう、マスターでいいのか。マジックマスターでいいんじゃないですか。マジックマスター、うん、もうちょっとドキッとしません マジック、まあ、じゃあもう MM で、マジックマスター略して MM ダブル F とかMM で MM さんだったら絶対かまない、うん、MM さんはもう M にしてくれ、うん、名前をもう M さんでいいよ。 M さんでいい、 M さんでいいからそうかもしれないか、あの M とかでもあの M さん、あの M です、いつもの M ねってなるから、いつもの M いいかもしれない、うん、ぜひ参考にして変えていただきたいですね、はいということで以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とこっころの主様めでございますをお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリライブ、プリコネインフォメ。ではここでゲームプリンセスコネクトリライブの最新情報をお知らせします。ガチャ情報です。マスターピース付き星3確定プラチナガチャが3月25日11時59分まで開催中です。星3キャラを1キャラ以上確定で仲間にすることができる特別な10連ガチャです。期間中に優勝ジュエルで一度だけ購入することができます。お見逃しなく。復刻イベント情報です。現在復刻ストーリーイベント猫と駄菓子の喫茶店カフェナッシュカツにようこそを3月25日20時59分まで開催中です。まだプレイしたことがないという方はこの機会にぜひプレイしてください。サイドストーリーエピソードオブパイレーツ海賊島の呪われし異邦が追加されました。いつでもストーリーイベントがプレイできるのでぜひ遊んでみてくださいね。アップデート情報です。3月22日にノワールバージョンのしずるちゃん、カフェバージョンのモニカちゃん、たまきちゃんの専用装備1が追加予定です。専用装備1をつけることでステータスとスキル1が強化されますよ。ぜひノワールバージョンのしずるちゃん、カフェバージョンのモニカちゃん、たまきちゃんをパワーアップさせてくださいね。また3月22日にしずるちゃん、りのちゃんの専用装備2が追加予定です。専用装備2をつけることでステータスとスキル2が強化されますよ。ぜひしずるちゃん、りのちゃんをパワーアップさせてくださいね。クランバトル情報です。3月26日からクランバトルが開催予定です。クランバトルに登場する強大なモンスターたちに挑戦しましょう。今回のモード切り替え期間は3月24日11時59分までです。モード切り替え期間中にメンバーと話してクランモードとシングルモードのどちらでクランバトルを楽しむか決めましょう。またトレーニングモードは3月23日から開放予定です。トレーニングモードでクランバトル開催に備えましょう。3月25日より毎日1回限定でジュエル500個を480円で購入できる毎日更新ジュエル500個が販売予定です。お見逃しなく。キャンペーン情報は公式 X およびゲーム内お知らせをご確認ください。以上プリコネインフォメでした。今回はプリコネームサレン中佐さんからのリクエストで発売中の CD プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング28より無敵のパイレーツを聴きながらお別れです。
プリコネームザレン中佐さんからはこんなメッセージもいただいています。海の冒険感マックスのリズムと歌詞がとても大好きで、私的にどこか懐かしさを感じる曲です。どんな時に聴いてもアンナ、しのぶ、かすみ、そして岸くんの大冒険が頭に浮かびます。あまりにも好きすぎてギルドハウスで海をイメージした家具配置にし BGM にも設定してます。あーすごい、いい遊び方してる。こんな風に番組エンディングでは曲のリクエストを受け付けています。お気に入りの曲や思い出の曲の投稿をお願いします。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿を心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？今回アクリルスタンドを差し上げるのはフリコネーム肌着さんです。愛を感じた。ミミさんと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 末永く仲良くしてください。フリコネーム肌着さんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第339回は3月28日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。ではプリコネチャンネルリダイブ第338回はここまでです。お相手はペコリーネ役マオト、コッコリ役伊藤美久と、ケル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ふいふいした。お疲れ様でした。いやもうさすがにこのここまで来ると、きっと冬も追いかけてます来ないでしょ。そうね、暖かくなったかと思いきや寒くなったり繰り返してましたけど、からね、さすがに終わるでしょう。暖かいでしょうということで、ということは今のうちに冬の味覚を食べ、堪能しとかないと。本当だ、食べとかなきゃ。お芋さんはでもまだある。でも旬は過ぎちゃうんじゃないですか。確かに秋から冬じゃないですか。ちょっと頑張りすぎ、いや寒かったからな、嬉しいんじゃないか。あとなんか食べ残したりやり残したこと、カニ食べたかった、カニ食べたかった、寒ブリも食べたかった、食べたかった、うわーブリしゃぶとかやりたかった、食べてみたいよ、ちょっとまだ行かないでほしいかもしれない。やっぱりそうなってくるとやっぱもうちょっと冬には行ってもらわないと困るかも。うわお腹が空いた、お腹が空いて、もうここまでです。それではまた来週お会いしましょう。ゲームもラジオもお楽しみに。バイバーイ。